早見春行祭が、絵本さよしぐれ巻より、あしゅうの騎助、狂歌百鬼夜鏡より、なめ女かつて女は、江戸時代の絵本特本、絵本さよしぐれ後の目録にある騎団、あしゅうの騎助に登場するかよんな。原点での名は口述するように、猫娘だが、後の天保元年の狂歌本、狂歌百鬼夜鏡には、なめ女の名で登場しており、昭和、 平成以降の妖怪関連の文献では、かつて女の名で記載されていることが多い。かつて、阿波国の富豪の家に、娘がいた。この娘は、大変器量が良かったが、なぜか男の体をやたらに舐め回す気癖があった。ある時、娘の美貌に見入られた若者が婿に入った。いざ寝床に入ったところ、娘は、若者の頭から足先まで全身を舐め始めた。 その下はまるで猫の下のようにザラザラとした感触であった。若者は気味悪がり、たちまち逃げ出した。以来、この娘は猫娘と呼ばれたという。なお前述の教科百鬼夜教は妖怪を主題とした教科本だが、このかつて女は妖怪ではなく単に奇癖を持った人間、奇人変人の類であり、かつてはそのような奇妙な性格の人間たちも、 妖怪同然に見なされていたとの見方もある。完成5年の奇病死、古今化物評判にも、舐め、女の名があることから、当時はよく知られた存在と見られており、公表紙にしばしば、油なめのハゲと呼ばれる、アンドンなどの灯油を舐めるハゲが登場していることから、舐め女はこのハゲに類するものだったとも、考えられている。終わり半紙三好宗さんが表した、さ参処文奇襲にも、 安頓の油を舐める気壁を持つ品川のいい森女の話が収められている。前半は階段めいているが、舌が荒れた時に安頓で温められた油を舐めると具合が良いので、それが癖になってしまった人も稀にいるという話で締めくくられている。一方で、大正時代には、薪地脳による強化化物百種によだれ垂れ接分を狙う不死釜さえ舐め女には逃げ出すラムとあることから、 人間を舐める、女の妖怪が知られていたとの解釈もある。ありがとうございます。